青森山田学園の練習方法、日本海4セットのフリスキーフットワークを行います。フットワークを8分ずつ行いますが、トップ選手は8分を目的なく動くよりも2分ずつマックスで動いた方が質が上がるため行います。丹羽選手の特徴は上半身は打球、下半身は移動と完全に分業しているところです。丹羽選手は体重移動をしながらフットワークをするという概念が全くありません。常に同じフォームで野球することができます。